ミランバロシュは、チェコズリーンシュバラシュスケーメジジーチー出身の、元同国代表サッカー選手。ポジションはフォワード。チェコの FC バニークオストラバでデビュー。2000年のシドニーオリンピックに出場したが、欧州ではほとんど無名の若手選手だった。だが、当時リバプール FC の監督だったジェラール・ウーリエの目に、止まり、2002年に、同クラブへ移籍。2004年、ユーロで、 得点王に輝く。リバプールの AS だったマイケル・オーウェンが、レアル・マドリードに移籍した後、その後継者として期待され、また、ヒセが怪我のため長期離脱したため、モリエンテス加入まで、チーム唯一のストライカーであった。モリエンテス加入後は徐々に出場機会を減らしたが、モリエンテスが出場できない、チャンピオンズリーグ決勝では先発、途中交代で退いた。2005年に、 ベニテス監督に放出されるような形でアンフィールドを去ることになった。この際、オリンピックリオン、バレンシア CAF、シャルケレイヨンなどビッグクラブが揃ってバロッシュの獲得を目指したが結局はアストンビラ FC へ移籍した。しかしアストンビラに移籍後はリバプール所属最終年から指摘されていた怠慢なプレーが目立つようになり期待していた多くのファンの失望を買った。 2007年1月、四カリュとのトレードでリオンへ移籍し、再びウリエの指揮下に入ることになった。しかしながら、定位置を確保したとは言い難く、監督交代後も同様であった。2008年1月、ポーツマス FC へ期限付き移籍したものの、ここでもインパクトを残せずに終わる。2008年8月、ガラタサライ SK に移籍。2008から09シーズン、チームは、 スユペルリグ5位に終わったが、自身は20ゴールを記録して、得点王に輝いた。2009年4月、バイシュンフと共に、レストランで飲食パーティーをしていたとして、トマーシュイファルシ、マレック・マテヨフスキー、ラドスラフ・コバチ、マルティン・フェニン、バーツラ・フスベルコシュラと共に代表から追放された。しかし8月12日のベルギーとの親善試合で、代表復帰した。 ユーロ2012後に代表から引退した。2013年2月13日にガラタサライを退団し、18日にフルスの FC バニークオストラバに復帰することが決まった。2015から16シーズンは FK ムラダーボレスラフでプレー。同クラブ退団後の2016年7月13日、FC スロバンリベルツに加入することが発表された。 2020年7月3日に現役を引退した。ありがとうございます。